はい、ブレイクスルーアカデミー代表の安藤正晴です。この塾ブレイクスルーアカデミーっていうのはですね、意外とじゃないかもしれないけど、結構ね変わってるんですね。他の既存の塾と仕組みが違うので、例えば早稲田スクールさんとか栄新館から来る生徒さんっていうのはセカンドオピニオンとしてうちを選んでくれるようなパターンが多いんだけども、そういう方って意外とね、いろんな塾のその無料体験とかをされてきてるので、いろんなね塾のね情報をね持ってきてくれるんですね。でその時に大抵ここに来る子はその前に武田塾さんとか行ってるんですよ。で武田塾とかに行ってなんか話を聞いてきたんですみたいな話とかが結構ね、ケースとしてあるんだけど、じゃあ実際武田塾って使えるのかっていう話なんですよね。でその時に、武田塾のシステムを簡単に紹介すると、要するに各教科の、欲しい結果に対してこのテキストをどれぐらいのペースでやればいいよっていうのを全部カリキュラムとして決めてくれるっていう。でそうすると国語はこれ、数学はこれ、英語はこれみたいな参考書とか問題集を決めて、それをペース配分して、でなおかつそれをカリキュラムとして授業を組んで、やってくれるっていう話だったんだけど、ある方の言葉を借りるとかなりのがんじがらめなんですね。要するに向こうが全部プランニングしちゃうから、やることは全部決まるんだけど、あとはそれをやるかやらないかはもう本当に本人次第になるし、それをやらせるためにがっちりこう組んじゃうわけだよね。でもちろんそれが浪人生であればあるほど時間っていうのもたっぷりあるから、その時間をその授業だけじゃなくて授業のない時もちゃんとやってもらわないといけないでしょ。だから自習時間とかをね、もう本当に来てもらってやらせるみたいな仕組みにするらしいんですよ。ただそれだけであれば結構自分の意思でやろうと思えばできちゃうことなのね。で例えば参考書これがいいですあれがいいですよっていうのはここでもできるし、それをじゃあどれぐらいのペースでやりましょうねって話もできはするんだけど、問題はね、例えばそれを自分の意思じゃできませんと、もう勉強もしたくないんです本当はって、もう嫌で嫌で仕方がない、でもやらないとしょうがないので私は縛られたいんですっていう人だったら武田塾に行くのもありかなと思うんですね。で結構料金は高めです、なぜか知らんけど、あんまり大したことやってるような風には見えないし、自習室はあるのかな。で質問もいまいちしにくいっていうのは聞いたことがあるけど、実際は分かりませんよ、教室によるかもしれないし。だけど結構ね高めです。でなおかつ私からしたら、例えばその授業がないっていうのはすごいねいいと思うのね。で問題集ベースで問題演習を繰り返して、アウトプットで頭に詰め込んでいくっていう作業に自体はね、私も同じ方針を取ってるので基本的にはね。だから武田塾さんは本当に使える塾だとは思います。実際私と同じようなスタンスだけど、あとは信念が違うけどね、その授業をしないってことに対する信念は違うんだけれど、やってるシステム自体は似たようなものがあるし、で実際にはそういうふうに決められたペースに乗っかってしまえばそれは楽ですよね。乗っかることができる人にとっては楽ですよね。だから武田塾さんはすごくねシステム的には間違ってはないかなとは思う。で問題はそれで何が身につくかっていうのを皆さん一人一人が考えるかどうかです。それを考えないでただ乗っかってね、そのシステムの中で勉強をひたすらやるとか、自分で勉強する気がないのでそういうふうにがんじがらめにされた方が私は勉強できるんですっていうことに関しては、ある程度は成績伸びるかもしれないよね。ある程度成績伸びるかもしれないけど、私がいつも言ってる通り英数国社に知識をどんなに詰め込んだところでそれ自体には意味がないので、それ以外のちゃんと社会に出てから使うスキルを身につけていきながら勉強しないと怖いことになりますよ、やばいことになりますよという話は日頃しているので、そのことを考えるとちょっとね武田塾さん的にはそこをちゃんと育ててくれているのかなっていう心配はあります実際。なので、諸刃の剣です。で実際に、いろんな参考書を研究されてはいると思うので、おすすめされる参考書問題集に関しては信頼してもらっていいとは思います。問題はそれに合う合わないっていうのはまた別の話です。自分のね価値観とか好みがあるので、私も例えば使う参考書のレイアウトとかね、例えば配色ね、もうあんまりカラフルすぎるやつとか使えないとかね、あと紙質とか結構こだわるんですよ。だから一人一人にやっぱり好き嫌いがあるので、問題集も山ほどあるから、市販の問題集の中でもこれは好きこれは嫌いっていうのはやっぱ少なからずあるんですよね。それが例えば武田塾さんが選んでくれた参考書問題集があなたの価値観とかあなたの、好みに合うかどうかはまた別の話ですよ。でその例えば私ちょっとこれ苦手なんですよねって、この配色あんま好きじゃないんですっていう話がどこまで通るかは分かりません。武田塾さんがどこまでそれを許容して、
でそれに配慮して別の参考書問題集を提案してくれるかっていうのはわからないので、それはもう実際行ってみないとわからないけど、あとはね本当に無料体験をされたら絶対一番いいです。何も話を聞かずにシステムだけ聞いてね、こういう風な動画でさ、私が結構まあ軽くディスってる感じだけど、そういう話だけでね判断するんじゃなくて、実際行ってみたら私が言ってる以上にいい環境だったりするかもしれないし、それはわからない。ただ私の場合はここに来てくれた生徒さんが武田塾じゃなくうちを選んでくれたっていうとこしか見てないから、ここに来た生徒さんに関してはね。だから、その部分でいくと、まあ何をやるべきかってことをはっきりさせて、それをどれぐらいのペースでやればいいかっていうアドバイス自体はうちでできるかなっていう。ただ問題はうちが厳しいのはそこを強制しないってことですね。あくまでもあなたのスケジュールに落とし込んでいかないと無理でしょっていう。でなおかつあなた自身が今までやってきたこととかやりたいことも多少あるだろうから、それがちゃんとマッチしているのか、自分の目標達成に対してマッチしているのかどうかを、まあ、精査する部分もあるし、ね、だって全部こっちが塗り替えちゃったら、それに乗っかるのはいいとしても、人からやれって言われたやり方って全部が合うかどうか分かんないですよね。だからそこがね、リスキーかなとは思う。ので、うちは結構柔軟だから、そういうふうにヒアリングを通して、今までどういう勉強をしてきたのか、ね、今からやらないといけないテキストは何なのか、ね、で実際どれぐらいの成績が欲しいのか、今現状習得状況はどうなのか、でこの間を埋めるためにプラスアルファでしないといけないことは何なのかってことを、まあ、プラスアルファで教えていくような形になりますので、ちょっと武田塾さんとは同じ方向を向いていそうな気がするけど、ちょっとねやってることは具体的には異なってくるので、まあ、どちらが好みかをねぜひ天秤にかけて検討してもらえたらと思ってます。実際武田塾さんはすごく使える環境をお持ちだとは思うし、自習室とかもあるからね、うちは自習室ないのでその部分はちょっとね不便かもしれないから、そういったいろんな部分をね比較されると本当に自分の合ってるものがどっちかっていうのは分かっていただけると思います。いろんな環境が熊本だけでもねあるので、ぜひね無料体験はうまく活用して、皆さんの選択肢を増やした上で一番いい環境をね選んでみてください。